こんにちは、シュです。闘技場1枚前回やったんで、今回闘技場2やっていきます。じゃあ挑戦します。まだ2クリアしてないからね、余裕で。おお。これどうしようかな。水大量にあるな、なぜか。これ普通に相手火っていうのもあるんで、5焦げしだけにしようか。よし。お、なんかすごい水が落ちてくるね。あー、遅延されてるから、余裕が次使えないのか。おー、指奪いか。ここ若干きついな。アクベンス使って倒しに行こう。お、いい位置に水ができた。いいっすね。これは余裕で組めるね。なんか余裕って言うとダジャレみたいであんま言いたくないけど。よし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 。OK。いや、指奪いと遅延でかなり序盤からきつい戦い。これ回復がっつり消しちゃおう。お、いいね。ほんと水がすごい来るな。で、ここは普通に殴って倒せるかな。OKOK。で、次、溶湯使ってデーモンだけど、倒せるんだよな。デーモン5個消しだけじゃ不安だよな。倒せんのかもしれないけど、こいつら発狂あるからね。発狂っていうか、普通にダメージが強いから。あー、そうか、指奪われてんのか。結構早めにやろう。やっぱりね、指奪われてるとパズルがね、ちょっと怖いよね。消極的になってしまう。OK、どっかでこの7ターンを消化したいな。7ターンって投げよな。10ターンだもんね、イザナミ。あー、この子絶対回復じゃなくて水消してくるやつか。スキル使わないとダメか。厳しいな。しかもこの子にさ、何ターンか後かに発狂してくるからね。なんか、お、いいね。これでもう一回水くれば。まあまあまあ、そんなわけいかないよね。スクルドありだな。スクルド、もうちょいスキル貯めてスクルド使って倒すか。でもこれスキル使わないとね、絶対水変えられるから多分無理だな。そろそろ発狂来ると思うんで、ここで行きますか。OK、危ねえ。強化ドロップ今なかったらどうしようと思ったけど、なんとか。で、次リーダーにバインド来ると結構きついんだよね。まあ一応倒せなくはないんだけど、まあできれば来てほしくない。来んだ。うん、まあ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 。で、どうすっかな、一応。これ多分受けきれないんで、クシナダのスキル使って、水呼び込もう。ああ、そうか、指短いのか。完全に忘れてた。水変えんな、水変えるな。オッケーオッケー。お、指奪い消えた、やった。これでも倒せると思うんだよね。炎波かけるし。で、指がないのだけ、あ、指あんのか。今さっき自分で言ったばっかだね、指あるの。あ、これさ、ヨーユーからのアクベンスの方が良かったね。お邪魔が残っちゃった。ヨーユーからのアクベンスだな、やるな。これは多分行くんじゃないかな。片方しかリーダースキル出てないけどね。めちゃめちゃ火力出るからね。OK、行ってくれた。よしよしよし。ここでスキル貯めてこう。お、いい具合に水が来たな。どうしようかな。スキル貯めたい気持ちもあるけど、なんかすごい行きたいな。行くか。スキル貯めずに。お邪魔、邪魔だな。おお、いいね。水がめちゃめちゃ来るな。おお、ちょっとギリギリだったね。相手木だからか。お、水が来たぞ。これアクベンス使っちゃおうか。いいね。この3ターンで使えるのってかなり熱いな。で、確実にお邪魔は消してこう。邪魔くさいからな。いいんじゃない？相手これね、火だし余裕で行くんじゃない？でしょうか。OK。
ケー。で、次が機械のやつか。うん、ああ、水吸収かな、右。ああ、これ5ターン耐久か。ちょっと左だけ倒しに行ってみようか。倒せっかな。左だけ倒せ。おお、行かない。さあ、次水5個あるんで、これはいいっすね。お、しかも、お前優しいな。んで、水取っときめでいいかな。うわー、水合計しになってきた。ミスった。これ耐えきれないんじゃないかな。どうだろう。危な。ちょっとミスったけど、まあ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 、結果的に助かったんでいいでしょう。OK。これでね、右の子が左を生き返らせるんで、これのループさせようか。これループさせて、いや、あー、いいか。これ、普通に倒しちゃおう。残り2ターン。これね、水が2体吸収出たらやばかったんじゃないかな。多分攻撃もあんまでかいから受けきれなかった気もする。OK、残り1ターンだね。ここで。いや、ここは、あえて相手に水作ってもらおうか。多分水作ってくれるんじゃないかな、右が。うわー、なるほど。そっち系か。1、2、3。噛んでいこう。OK。これは両方行くんじゃないかな。で、次、詩人なんですけどね。詩人はね、5個消しじゃ怖いんだよ。あ、でも火か。いや、火でも怖いよね。5個消し1コンボっていう、1コンボっていうか、ワンセットじゃ。やっぱ5、3で消したい。あ、いいね。めちゃめちゃ運がいいな、さっきから。ドロップがめちゃめちゃいい具合で来る。ああ、3個消しになったけど。今5個消しになってなかったな。ミスってるな、さっきから。ごめんなさい。危ねえ。溶油使って5個消しで倒しちゃおう。今ちょっとあんま良くなかったな。お、エンハンスあるな。エンハンス使っちゃおうか。今使う必要なかったこれで上書きされちゃうんじゃない？うん、あんま意味ないけど、今あれっすね。今エンハンスだとね、溶油のスキル使えなくなるから、使って溶油のスキル使えるようにっていう意味のエンハンスかな。オッケー。で、ここで覚醒ランのスキル打って、次何出るかだ。どっちだ？グランか、ゼウス、ヘラか。どっちでもいいな。ね。これ、スクルド使って、お、あったね。水の強化ドロップが。一回根性まで減らすってのもありだな。回復残して考えよう。回復、残したい。残したい。こんなんで。あー、消えちゃった。これでワンパンしてくれんじゃないかな。オッケー。で、ここで根性を減らそう。なくして、次のターンぐらいでいこうか。水はね、倍率出さないように。オッケー。出たー。倍率出たけど。どうしようかな、ここ。アクベンスしか使うスキルがないんで、これ覚醒ヘルメスのスキル使って、普通に全力でいこうか。なんか水残そうかなとも思ったけど、なんかこんな余計なことしない方がいいと思う。危ねえ、今コンボ吸収あんのか、こいつ。普通にパズルしてた。危な。今落ち込んなかったらモロ吸収されてたね。で、ここでね、スキルちょっと貯めたいな。水めちゃめちゃあってね、本当は行きたい盤面なんだけど。
うわ、水がすげえいい量で来るな。うお、水が全部かけられちゃった。まあ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 、水ね、変えられちゃったけど、スキル貯めるって意味でいいんじゃないかな。ダメージがね、意外とでかいな、こいつ。ちゃんと回復4つ消しにしとこう。水も消しちゃっていいかな。お、いいね、回復落ち込むはありがたい。これね、5、5、3で消せば確実に突破できると思うんで、まあ、いいタイミングになったら行こうかな。水残して。惜しいな。あともうちょいで水が防散止めたんだけど。これ、余裕使って抜いちゃうかも。ちょっとコンボ数しょぼいけど、いくんじゃないかな。OK。悪弁3キラー持ってるからね。下手したら5個消しだけでもいくんじゃないかな。うおー、君かー。どうしようかなー。溶油使って、5個消しやると絶対ダメだと思うんで、2ウェイとか入れながら。でもこれぐらいでちょうどいい気がするな。5個消しは 100% まずいと思う。OK、いいね。ヌト使って、で、ツーウェイ入れながら、ただ今ね、余裕使ったからエンハンスが効いてたあのダメージだから、ちょっとまあまあやっちゃっていいんじゃないかな。ミス。ツーウェイ入れて、ツーウェイもう一個いいか、入れちゃって。これで水の落ち込まると結構厳しい。オッケー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 。お、いい火力だね。残り2か。これ水呼び込もうか。ここでスキル使わないで。水が来るならそれが一番いい。水。お、OKOKOK。3あればいけんじゃないかな。ここで行きましょう。オッケー、いい落ち込むのっていけんじゃないかな。これどうだろう、厳しいかな、いけるか。オッケー、ちょっとギリギリだったな。ソティス来るとね、スキルを連発されるのがきついね。で、この次なんだけど、パール来たら詰みですね。本当はこれね、さっきパール出たんだよ、やったら。これ一回ごこげしで殴ってみようかな。パール出たんだよね。そしたらね、アクベースの神キラーが刺さってね、マジで倒せない。神キラーさえなければいい調整できたと思うんだけど、どうしても難しくてさ、普通に諦めた。負けるっていうか諦めちゃった。もう勝てなさすぎて。だから次が、もしパール来たら諦めます。あれ、99ターン耐える以外道ないんじゃないかな。オッケー、いいの来たね。ヨウユのバランスキラーが地味に邪魔しちゃうんだよね。やっぱこいつは本当にいいよね。ちょっと考えながらやるか。あんまり余裕って言ってやってると負けちゃう時あるからね、パールで。どうしよう。危な、今お邪魔離れてたな。危ねえ。暗闇か。どうしようかな。OK、 お邪魔じゃなくて暗闇も結構消せたんで、よしよしよし。でね、これ、覚醒無効だとね、強化ドロップが1個も降ってこないんでね、
殴れないんですよ。これ回復残しで、いやーどうしよう、全力で行くのもありだな。回復も消して、まあ適当にやろう。回復も消しちゃうか。こんなんでいいかな。OK、 水が5個来たんで、これで1回殴ってみよう。まあ次ね、一応先制はあるんだけどね、芝だからね、割合ダメージなんでやられることはないよね。ダメージで水の落ち込み来い。うーん、まあ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 、しゃあないな。これ余裕誰だ、今楽にしてあげますか。これスクルドを使って、スクルド今威嚇なんだよね。牽制するには撃っちゃうか。いや、ここで撃たない方がいいのかな。ネトが覚醒ランのスキルになってんな。使っちゃおう。これジャンプ隊、いやー難しいな、これ。これ、余裕打って、倒そう。余裕打って、毒絶対消さないで倒そう。お、いいね、毒変えてくれた。毒消すとさすがにまずいよね。落としになってるこれ。危ねえ毒がめちゃめちゃいい落としになってそうだったな。オッケー。で、次ね、ビッシュネ以外なら何でもいい。オッケー。お、いいね。ちょうどスクルドが使えるようになったね、今ので。逆にいいね。遅延だったけど。ただ、強化ドロップあるかが不安だな。こいつ下手だからな。あんまジンが上手くない。頼む。あるけどね、ちょっとコンボ数が5、相手水軽減もあるんだよね、地味に。倒せんのかな。いけるか、いけるはず。ただ分割ちゃんとね、気をつけていこう。コンボ吸収あるからな。お、いいね。水の落ち込みはかなりありがたい。余裕だなー、やっぱ。いやー、いいっすね。で、どうすっかなー、ここ。余裕使って倒しちゃうのもありだなー。ただ、水残して回復、いやー、どうしよう。難しい。次ヘラの恐れあるんで、クシナダ使っていかないとダメなんだよね。石に継承させてる。ね、どうすっかな。ヨウユ使えば倒せるんだよな、ここ。ヌトが残り3ターンか、長いな。これ一回回復しよう。回復して考えよう。水は取っといて、消えちゃったか。どうしようかな。難しいところ。あ、というか次ベルゼブブ出たら終わりですね。ベルゼブブ出たらもう毒の海を変える術がない。ちょっと運ゲー入るけど仕方ないな。そこはちょっと運ゲー挟むんで、これ使うしかないか。これ使って、クシナダで耐えれんのかなって今思ってきたけど、耐えれるか。さすがにクシナダ強いかな。一応2ベイ入れて。お、いい落ち込ん。さあ、何が出る？ベルゼブブ出たら終わり。オッケー、ヘラ。ここでちょっとスキル貯めたい気持ちもあるけどね、ダメージがまあまあでかかった気がするんだよね。しかもこのパーティー意外と回復力がもう始めちゃって、意外と回復力がないからさ。うわ、ただ回復がめちゃめちゃ来てくれた。これでスキル貯めれるとこまで貯めます。
で貯めれなくなったらどっかで諦めていく。水消しちゃうか。回復が無理だな。次はもう石巣張っ、いやーどうすっかな。石巣張って、いやー倒しに行く。石巣張って一旦太陽全力で回復します。全力で回復。これ耐えれっかな。石触ってるからね、ワンチャン耐えれると思う。オッケー、ここで抜きに行っちゃうか。もうさすがにもう回復間に合わないよな。間に合う？いや間に合わないな。これヌト使って倒しに行きましょう。これはさすがに行くんじゃない。さあ来ました、実質ボス。ねー、これもうぶち抜くしかないもんね。でエンハンスもかけていきましょう。さあ分割できるのかが問題。多分できない多分できない。ちょっと落ち込んに若干かけます。うまっ。どうだこれ、厳しいか。うわいった。落ち込んゼロ。ただここ厳しいんだよね。一応石図張って、いやどうすっかな。ここ次スクルドあんのか。なんでここ全力でいきましょう。全力とは。ただ落ち込む次第で倒せるね。無理だなー。一応真ん中ターゲットに。これこれ使えば倒せんじゃないかな。抜く、ぶち抜くか。ぶち抜きましょう。いけるか。これいってほしいな。いかないと負けんじゃないかな、Pに。あぶねえ。今これさ、倒せなかったら負けてたんじゃない。あれさ、闘技場1の時さ、ヨウユにルーンエンハンス水つけてたんだよね。火、水。そこでワンパンしたからさ、よくわかんなかったんだけど、ヨウユのあのスキルだけでワンパンできんだね。エンハンス 1.5 倍。1.5 倍かかってんの多分、ヨウユだけだよね。やっぱ火力すごいね、ほんとに。闘技場1やってみたけど、闘技場2もまあまあ普通に勝ってたね。ただ、パール出たら絶対罪だと思う。あそこ99ターン耐える以外に道がない気がすんな。あと、ビシュヌもきついね。はい、じゃあ結果見て終わりましょうか。はい、ということで、じゃあこんな感じで今日は終わります。バイバイ。